はい、どうもブリちゃんです。今回はねこちらレジェンドカードパック、今ストーリーの方でイリス編が出まして、そのイリス編で、3章までクリアすると、まず普通の今回新しく出たこちら10花絶結の、カードパック1つとで11章まで行くとこれレジェンドカードパックがもらえるというめっちゃくちゃお得です。ということで皆さんもね、暇があればぜひストーリー進めてみてはどうでしょうか。ということで今回はねこのとりあえずこっちは、はい、いろいろと爆死してるんですけど、はい、今回これ10花絶結新しい環境が来まして、自分とりあえず10パックもらって500ルーピー残ってたんで全部引いたんですけど、レジェンド出たのがこいつとこいつだけなんですね。まあ、もう明らかにネタ使いみたいなデッキですよね。デッキじゃないカードですよね。はい。ということでね、今回は、とりあえずこの10花絶結4個と、食後のデザートのレジェンドカードパックを引いて、今回の動画を終わりにしたいと思います。ということで、引いていきたいと思います。はい、ということでまずチケットからね引いていきますよ。これかっこいいですよね。多分俺今までのパック開封でこの最初のシーン、これ多分10花絶結が多分一番好きです。これ中二病感がかっこいいです。じゃあさあ最初の1泊目、幸先が悪いということで、これ何でしたっけ？あ、なんか、あれですね。ヘクターですね。はい。まあ、パックはおまけです。まだね。まだ300ルピー残ってるんで、まあ、これも使っちゃいましょう。狙いはレフィエじゃなかった。レフィエじゃなくて、あ、やばい。名前忘れちゃった。とりあえず画像ポンって貼っときます。ここに。はい、この子欲しいです。練習疲れるなこれ。あ、いやそんなこと言っちゃいけない。はい、ということで引いてきます。おう、何も出ない。あ、これ強いですね。ドラゴン、今の環境ドラゴンちょっと強いみたいなんでね、ちょっとドラゴン使ってみたいですけどね。ちょっと今自分ネメシス使いたい気分ですね。はい、これ強いですね。はい、次2パック目。あ、フィーナちゃん帰ってきた。フィーナちゃん、これどんな効果なんだ。バッチーンと決める正義のウィンク。すいません、ラインが出てました。まあね。うわ、出たー。いや、違う、僕が欲しいのはティアじゃない。あ、ちょー、うおー、いや、ちょっと奇跡なんですけど、 LINE で今ね、今 LINE のグループで僕ティアが出ましたって出たんですけど、僕もティア出ました。スクショ。はい、ということでね、まあこんなもんですよね。ちょっと先に LINE 止めてきます。はい、ということでね、とりあえず LINE 止めてきました。まあ通知オフにしただけなんですけどね。はい、ということでメインはこちらです。レジェンドカードパック。さあ、僕が狙ってるのは、名前忘れちゃった。もう一回画像ポンって貼っときます。この子ね。ということでレジェンドだけが出るカードでも、まあ他のねパックもね、他のね段のねパックも出ちゃうんで、今回の新しいパック以外、今回のパックが出るっていう保証がないんで、まあちょっと怖いですよね。引きまーす。はい、購入。かっこいい。さあ召喚せよ我がレジェンド。いやー、いらない。Okay.